昨晩皆さんに心配をかけてしまったので、なんて言えばいいか考えています。皆さんがログアウトした後、こうしてずっと悩んでいたんですよ。そうなの？ユイには気負いしなくても大丈夫だと言われました。うんうん、気にしなくても大丈夫だよ。そもそもプレミアが悪いわけじゃないんでしょ？そうですね。では思ったことをそのまま言うと、つまり心配させてごめんなさい。それと探してくれてありがとう。無事で本当に良かったわ。おかえりプレミア。僕だってプレミアちゃんが帰ってきてくれてすっごく嬉しいよ。はい。ところでパパ、お話があるのですが。プレミアさんに起きた現象について念のため調べておいた方がいいと思うんです。なので私をまたコンソールルームへ連れて行ってくれませんか？はい。やはりモジュールからプレミアさんへアクセスを試みた形跡があります。ですがプレミアさんは自身の意思でモジュールによるデータ改ざんを打ち破ったんですね。最新のログを調べてみますね。別の場所からクエストを改変している形跡があります。やってみます。ことになったら確実にこのゲームは続けらんなくなっちまうぜ。地上にいる NPC のみんなも
無事で済むわけがないよね。まったく、NPC は復活できないってのに。そもそも、なんでアインクラッドが落下してくるのよ。それは、祈りを捧げたもう一人の女神、ティアさんが原因です。彼女のデータは現在、アインクラッド崩壊シミュレーションモジュールに結びつけられている状態です。そして彼女が AI として積み重ねてきた世界の崩壊への思いによって、クエストが改変。結果として、アインクラッドが降下を始めたんです。クエストが改変って、そんなことが起こせちゃうんですか？ゲームの基幹プログラムであるカーディナルシステムには、クエスト自動生成機能というものが存在します。その機能により、常にゲーム内で様々なクエストが生成され続けています。そしてまた、プレイヤーの想定外の行動などで辻褄が合わなくなった場合、クエストが修正されることがあるんです。でも、ティアって子はプレイヤーじゃないのに。それで、アインクラッドの降下を止める術はあんのか？あります。今、ティアさんのデータの所在地は、アインクラッドの中枢を指しています。そこに行き、モジュールとのつながりを断ち切ることができれば、アインクラッドの降下は停止するはずです。なるほどな。つうことはやっぱアインクラッドに殴り込みをかけないといけねえわけだ。はい、プレミアさんが祈りを捧げず、アインクラッド創生が完遂しなかったことが幸いしたのかもしれません。やることは決まったね。行きましょう。アインクラッドの中枢へ。そのためにも、まずはアインクラッドにたどり着く方法を探さないと。なるほどね。だったら行きましょう。世界を救うための道へ。パパ、この世界を危機に陥れた原因は確かにプレイヤーかもしれません。ですが、この状況を救えるのもプレイヤーだけです。どうかこの世界を救ってください。